水ほ、水ず水み水ほ,ほは、大日本帝国海軍の水蒸気母艦、公表的母艦。軍艦、水ほは、日本海軍の水蒸気母艦。有事の際には、特殊潜航艇、公表的の母艦に改造可能だが、平時においては、水蒸気母艦として運用された。日本海軍艦艇,艇としては珍しく、手記にディーゼルエンジンのみを搭載したが、 故障が続発したためディーゼルエンジン搭載予定だった、ヤマト型戦艦の建造にも影響を与えた。1941年、昭和16年12月の太平洋、戦争開戦時は、第11航空戦隊に所属して、フィリピン攻略戦や乱ン作戦等に参加、搭載水蒸気を活かして、各地の攻略作戦や護衛任務に従事した。 南方作戦の目途がついた後、機関整備のため内地に帰島。横須賀で修理を終え、ミッドウェイ作戦参加のため、葛島、瀬戸内海へ開港中の1942年、昭和17年5月1日深夜、ガトー級潜水艦のドラムの雷撃により5月2日午前4時頃に、沈没した。駆逐艦、潜水艦、小海艇、総海艇、輸送船等は、競技の、 軍艦ではなかったため、水保は太平洋戦争で初めて戦没した帝国海軍の軍艦となった。水保は日本の国の美少で稲の穂、稲穂がめでたく豊かに実る意味。第一次世界大戦後に締結されたワシントン海軍軍縮条約とロンドン海軍軍縮会議により列強各国は海軍休日に突入。その抜け道として、 帝国海軍は、条約制権外艦艇、給油艦、水蒸気母艦、火脚船を、建造、平時においてはそのまま運用し、有事の際には、短時間のうちに航空母艦へ改造するという方針を取った。同時期、帝国海軍は、酸素魚雷と公表的、特殊潜航艇の開発に成功する。しかし、公表的の航続距離は、非常に短く、 日米艦隊決戦において、決戦海域まで公表敵を輸送する母艦が必要となった。そこで、公表敵の着想と同時に開発されたのが、千歳型水蒸気母艦、千歳、千代田と本艦、水保、日清、丸三計画艦である。なお、第一次補充計画で建造が決まった、潜水母艦、大鯨、流鵬、丸二計画で建造が決まった。 給油艦2隻、健崎、幸智大鳥、高崎、随宝は、空母へ1ヶ月で改造、水上規模艦高、千歳、千代田、水上規模艦をつ、水保は、戦時には、公表的母となる艦で、最高機密の軍機艦であった。特殊水上規模艦、水穂は、千歳型と同じ丸に計画に属し、計画容量は同じで、船体主要寸法も同一である。 ただ、口述するように手機をディーゼルのみとし、速力は22ノットを計画した。これは、手機の出力を制限して、軍縮条約での制限20ノットとする、考えだったと思われる。航空兵装と公表的搭載の偽装は、死とせ型と、ほとんど同様であるが、主管、メインボイラーの煙突が必要ないので格納庫や主管、居住区などが改良されて、補い容器が4機増し、 常用二24機、補い用八機となった。水蒸気はカタパルトで発進する。また、千歳型が発着艦板の試験のために設置した天外を廃止、支柱の左右に渡したフラットのみを設置した。その他公表的搭載に備えたクレーンは、千歳型の場合片元2機で、ともつりしたが、本館の場合は、公表的用クレーンは、片元1機のみとなっている。年、 昭和15年、完備に、ハイン式マットを装備した。これはドイツで、公安実用化され、水上規模関心位で実験が行われたもので、航行のまま水上機を要集できるものだった。新意では8ノットまでの要集に成功し、千歳型や大和型にも搭載の計画があったが結局、新意と本艦以外は装備されなかった。使用の度に、 大量の真水で洗浄してから格納せねばならず、使用機会は制限された。並走は、広角法が、千瀬型の2機から、本艦は3機、環境前に1機、環境量限に2機に増設された。環境前の広角法を1番、環境左限側法を2番、環境右限側法を3番法と呼称する。25mm 連装機銃も、 同じく千歳型の6機に対し水穂型は10機に増強された。基銃のうち4機は環境への基銃装車を考慮して、環境周辺に配置し、残りは支柱上に3機ずつ配置した。公表的母艦に改造された場合、千歳型と同様公表的12機を搭載。搭載可能水蒸気は24機から12機に減少する。 一説に回線後に改造されたとする説明もあるが、回線後に本艦のみを改造する意味がなく、改造は行われなかったとするのが正しいと思われる。機関は、千歳型が採用していたターピンとディーゼルエンジン併用をやめ、手記をディーゼル機関のみとした。これは、大和型戦艦に搭載予定だった、高出力ディーゼル機関の事前実験であったが、 故障続発のため同型二隻、山と武蔵はタービンディーゼル混合を取りやめタービン機関のみを搭載して竣工した。ディーゼル機関の排気塔は、後部クレーン仕事の両側に、外側へ向けて設けられおり、大型の煙突がないことは、本館の外観上の特徴となって、独特のシルエットを形成した。大クジラや、 千歳型に搭載したディーゼルエンジンは11号10型で10気筒であったが、これを8気筒とした11号8型を搭載した。また11型10号の担当、出力800馬力に比べ、475馬力にレーティングを下げて使用する計画だった。成績は、大クジラ搭載の1号10型と同様に故障が、頻発、ディーゼルエンジンの不具合は、本館に、 深刻な影響を与えた。竣工直後は回転数を制限したため、最大発揮可能速力は17から18ノット程度であった。1940年、昭和15年6月から約5ヶ月をかけて機関部の検査と修理を行い、計画値22ノット発揮可能となる。それでも信頼性に欠けたため、南方作戦終了後の1942年、 昭和17年3月末から約1ヶ月かけての再整備で全力発揮可能となったものの、その直後に米潜水艦の乱撃により撃沈された。1936年、昭和11年12月14日、帝国海軍は建造予定の水蒸気母艦2隻、朝潮型駆逐艦2隻を、それぞれ千代田、水穂、峰雲、あられと命名した。同日府で2隻、 千代田、水穂は、水上規模館に類別される。本館は、神戸川崎造船所で1937年、昭和12年5月1日に寄港。1938年、昭和13年5月16日、浸水。命名式には、昭和天皇の名代として、伏見宮広安王が臨席した。同日府で、青木大二郎大佐は、 本館偽装委員長に任命される。5月19日、神戸海軍監督官事務所に、水穂偽装委員事務所を設置。当時の神戸川崎造船所は、水穂と並行して、伊号第8潜水艦や、伊号第75潜水艦、影廊型駆逐艦7番艦、初風を建造している。11月中旬、臨時に、水穂偽装委員事務所を、張間造船所に移転する。 本艦は1939年、昭和14年2月25日に竣工。水穂義総員事務所を撤去。青木義総員長も、正式に、水穂艦長、初代となる。第四艦隊、第12戦隊に編入。直ちに佐世保へ開港された。初陣は、日中戦争だった。中国北市方面へ出動。3月12日、第四艦隊司令長官。 日々の正春中将は、第四艦隊機関を、秒光型重巡洋艦三番艦、足柄から、水穂に変更した。以前から、千歳型水上規模艦は、列強各国の注目を集めており、本艦も多数の写真を撮影されたという。本艦は支那方面艦隊、司令長官は4月25日付で、長谷川清大将から大井川小四郎中将に交代、の一艦として行動した。 同年11月15日府で従来の第4艦隊は第3図海士艦隊に改編され、野村直久に中将が第3図海士艦隊長官に任命された。同日府で水保艦長職は青木大佐からかばせかず大佐に交代。後日青木大佐は空母赤木艦長に任命され、ミッドウェイ海戦で赤木沈没後予備役に編入された。 1940年、昭和15年2月4日、第三図開始艦隊機関は、水保から、総工巡洋艦、岩手に変更。本艦は、予備艦に指定され、横須賀に開港された。6月1日付で、連合艦隊付属となり、8月25日に、横須賀を出発。9月7日から15日まで、トラック白地に停泊し、22日に、 横須賀へ戻った。10月11日、横浜港沖で行われた、紀元2600年特別観艦,艦式に参加。10月15日、カ川のゼ大佐、水穂二代目艦長は、空母総流艦長へ転任。昇格型航空母艦一番艦昇格偽装委員長、住川道夫大佐。当時、昇格は横須賀で建造中が、本艦三代目艦長に着任した。 11月15日府で、連合艦隊直属の第7航空戦隊が編成される。司令官、川瀬志郎少将。水穂は、水上規模艦、千歳と共に、同航空戦隊に編入された。12月10日、横須賀を出撃し、海南島や仏印方面に進出して行動した。1941年、昭和16年3月7日、水穂は、 第7航空戦隊機関となる。3月27日、横須賀に帰還。4月10日府で第7航空戦隊は、第11航空戦隊に解消。水保は、横須賀で修理に従事しており、作戦行動を行う状態ではなかった。当時の横須賀には、戦艦2隻、道の区、長と、第4戦隊、高尾、阿多鳥海、マヤ、第2駆逐隊。 夕立ち、サミダレ、春雨、第9駆逐隊、朝雲、峰三雲、山雲、夏雲、特務艦、宗谷等が停泊し、横須賀海軍交渉では、昇格が完成間近、県崎型潜水母艦一番艦、県崎、幸治大鳥が空母改造工事中、戦艦、飛へや空母、赤木の修理を行っていた。4月29日、 第11航空戦隊機関は、本艦から、千歳に変更される。機関修理と並行し、2隻、千歳、水穂は、日本列島沿岸を航海して、訓練に従事した。9月1日、河瀬少将、第11航空戦隊司令官は、海軍水雷学校校長へ転任。公認の、第11航空戦隊司令官には、第3水雷戦隊司令官藤田類 太郎少将、機関、川内が任命される。公認の三水戦司令官は、橋本慎太郎少将。9月5日、水保官庁は、住川大佐から大熊譲る大佐、軍務局、情報局等勤務に交代した。後日、住川大佐は、空母費用官庁や、空母大砲所代二総委長とを歴任した。11月24日、クレオ出撃。12月2日、 パラオ到着。太平洋戦争開戦時、本艦は、秘頭部隊、第三艦隊機関。指揮官、高橋伊防第三艦隊司令長官、第16戦隊、第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊、第5水雷戦隊、第,隊第4航空戦隊、第1根拠地隊、第2根拠地隊等に所属していた。水保搭載機は零式水上観測機12機。 94推定3期であった。太平洋戦争初戦ではパラオから出撃し、フィリピンの戦い、南方作戦、乱陰作戦に従事する。12月29日から31日にかけて、パラオ滞在。1942年、昭和17年1月4日、ダバオのマララグアンに、フィリピン南部の攻略を終えた非等部隊主力艦、秒光、ナチ、ハグロ、なが中、 神通、千歳、水穂、平安丸、南海丸、摂風等は集結、停泊していた。ところが、B-17 重爆発機の空襲を受け、妙高が中波、水穂に、損害はなかった。1月9日午前、第2航空部隊、千歳、水穂は、スラウェシ島最北端の目など攻略作戦に、従事するため、マララグワンを出撃した。 搭載機をもって、輸送船団及び、第二護衛隊、第二水雷戦隊機関の隊、対空、直江などにあたり、1月11日に、スラウェシ島湾下白地に到着。同地でも、対戦、対空、直江、対地協力を実施した。この日、大型飛行艇級、爆撃機4機と交戦士飛行艇2機撃墜、零艦散機を喪失した。なお、 水保から発信した霊式水上観測機が、遊軍の96式陸上輸送機1機を誤射して、撃墜している。これは、海軍の空挺部隊の横須賀鎮次府第1、特別陸戦隊、略称、横一徳による目などへの第一次降下部隊324名を96式陸上輸送機27機に、各12名ずつ分乗させて、目などへ向かっていたうちの1機あり、 登場員5名と公開員12名の全員が戦死した。その後も対戦紹介、上空警戒、対地攻撃支援に従事するが、飛来する連合国軍重爆 B-17 や B-24 に対し、水上偵察機は無力であった。1月21日、東方攻略隊、指揮官、高木武雄第五戦隊司令官、なち、はぐろ、直接指揮。 第一根拠地大使機関、久保久治少将は、スラベシ島県大攻略を目指して、万華白地を出撃。第二航空部隊、千歳、水穂は、攻略部隊の対空、対戦、全土紹介を実施した。久保少将が率いる、攻略隊の主戦力は、軽巡、機関ながら、第十五駆逐隊、夏地を、黒潮、親潮、早地を、第十六駆逐隊、雪風、 時津風、天津風、初風、第二航空部隊、千歳、水穂等であった。一月二十四日、戦団は、ケンダリーに到着した。これを見た、水上規模艦は、ケンダリーを脱出して南方への逃走を開始、第十一航空戦隊艦載機は同艦を、追撃して、空襲を行う、撃沈に失敗した。これ以外の攻略作戦は、順調に進み、 25日に飛行場を占領。27日には、第21航空戦隊、立港27機が進出している。1月26日、第11航空戦隊司令官の藤田少将は、第5船隊司令官、高木武雄少将に、第2航空部隊、千歳、水穂の安本島攻略作戦参加を、意見具心。これにより、 本艦の安本攻略作戦投入が決まった。27日、第11航空戦隊司令官、藤田少将は、第2護衛隊指揮官、田中雷蔵少将、第2水雷戦隊司令官と会合を行い、攻略作戦における地とせ、水穂の任務区分、戦団全路警戒、対戦、なお対空、なお白地商会を決定した。同日には、第7駆逐隊、 サザナミ、アケボノモランイン部隊に加わり、安本ンン攻略作戦に投入された。1月29日以降、本艦は、安本ンン攻略部隊、第2護衛隊、第2水雷戦隊人通、第8駆逐隊、大潮、浅潮、万潮、荒潮、第15駆逐隊、影楼型4隻、第16駆逐隊、影楼型4隻、総海隊、輸送船11隻を支援する。 1>, 1月30日に千歳と合同後、2隻は31日に、セラム島、安本北方、ケラン白地に到着、関西機による対地攻撃を実施して、陸戦部隊を支援した。安本攻略作戦は、嫌いの総会や一部陸上戦闘の苦戦により、予想以上の時間をかけることになった。水穂は2月3日に、第39号小海底、旧駆逐艦田で、 監視艇3隻に護衛されケランハクチオで、ケンダリーへ向かった。千歳は2月6日まで、アンボン作戦に従事した。2月6日以降、水蒸気母艦2隻、千歳、水穂は、スラウェシ島マカッサル攻略作戦に従事した。当初は本艦のみ、マカッサル作戦投入と計画されていたが、2月3日、アンボンのラハ飛行場占領に伴い基地航空隊が、進出。 千歳を任すサル作戦に投入する余裕ができたのである。2月8日、水穂は、千歳と合流、攻略作戦を支援した。本作戦の主力部隊は、軽巡洋艦、ながら、2月2日復帰、第21駆逐隊、初下、コピ、若葉、第24駆逐隊、第15駆逐隊、2月4日、以降編入、第8駆逐隊、2月5日、以降編入で、 2月5日、ケンダリーを、出撃、2月8日の攻略を目指した。攻略作戦成功後の2月11日、三隻水穂、第39号哨戒艇、第2号区選定は、ケンダリーへ向かった。2月17日以降、東方攻略部隊、指揮官高木大五戦隊司令官、直卒、後、ハグロ、アケボノ、雷及び東方攻略部隊、第2号衛隊、 指揮官連中に推薦司令官、人数、第15駆逐隊、夏次を決、第16駆逐隊、第7駆逐隊、第1小隊、塩、さざ波、第21総海隊の総海艇2隻、第7号、8号、水保、小海艇3隻、1号、2号、39号、輸送船4隻和昇寸ダ列島のティモール島攻略を実施。本作戦に際し、 第21航空戦隊司令官は、ケンダリー基地からチモールまで385回りあり、基地航空隊が常に上空援護を行うのは難しい都市、第11航空戦隊の協力を要請。これに、第2水雷戦隊も同調し、ランイン部隊指揮官、高橋伊望中将は2隻、水保、第39号小海艇の第2、護衛部隊編入を加齢したのである。2>, 2隻。 水穂、第39号小海底は2月18日朝から、夕国まで美濃小島に臨時水上基地を設置。19日には、ロンブレン島北岸、デワリン、三崎沖に到着して、水上基地を設置、輸送船団の上空支援を行った。2月20日朝、水穂は、アロール島南方海面を行動し、関西機による上空援護、対地支援攻撃を行う。 同日、東ティモールのデリー攻略に向かった第七駆逐隊、潮、サザナミと第二邸団は上陸に成功。その日のうちにデリー飛行場を占領し、24日に第七駆逐隊はマカッサルへ向かった。2月21日、ライン部隊指揮官、高橋中将は、ジャワ島攻略作戦の切迫、カレルドールマン少将を率いるアブダ艦隊出現により、二隻。 水穂、第39号小海艇のランイン部隊復帰を、華麗、二2隻は、スラウェシ島に向かった。クーパン、ニシティモール攻略も23日までに成功し、24日、誘刻をもって、第2護衛隊は解散。第2水雷戦隊、人頭、雪風、初風、時津風、天津風は、東部ジャワ攻略作戦に参加。第15駆逐隊は、ジャワ南方機動作戦に参加。 第21掃海隊と第1紹海隊は、同時残留と決定し、各隊は、各方面へ移動を開始した。2月18日の時点で本艦が所属する、第2航空部隊は、第11航空戦隊、千歳、水保、紹海艇3隻、34号、薄、38号、よもぎ、39号、たで、スケレント九十兵一個掃隊、漁船六、 海上トラック一隻という戦力だった。第二航空部隊は、東部ジャワ攻略輸送船団の対戦紹介及び、上陸戦闘に協力することになった。水穂は23日バタマラン島、スラウェシ島、ボネワンに到着。27日には、ボルネオ島、プチンカド、バンジェルマシン西方に移動して、シトセと合流。南下して28日に、バウヤン島西岸。 ジャワ島スバヤ北方へ進出した。すでに、スラバヤ沖海戦の主要海戦は終わって、日本艦隊は勝利しており、第十一航空戦隊、千歳、水穂は、バウエアン島を基地として、輸送船団の上空援護を実施する。3月1日、A10 巡、エクセター、駆逐艦2隻、エンカウンター、ポープ攻撃のため1242霊艦11機、爆走を派遣するが、 天候のため敵艦を発見できなかった。水蒸気部隊が味方部隊を発見した時には、エクセターとエンカウンターは沈没、ポープは空母流上艦載機及び日本艦隊によってとどめを刺された後だった。スラバヤ攻略作戦において、第2航空部隊、第11航空戦隊、シトセ、ミズホは延べ643機を投入、敵機撃墜産、撃機波19、 車両撃破22、駆逐艦一隻配艦、商船一撃沈一撃破、潜水艦二隻撃破不確実という戦果を報じた。水穂は、船体、機関修理のため3月4日、ケンダリーへ、開港、3月6日、スターリングワンに、9日、以降スラバヤ方面に再進出して、シトセと合流した。3月9日のオランダ軍降伏により、 ジャワ島方面での作戦は大ね完了。第11航空戦隊、シトセ、ミズホは3月14日マカッサルに到着した。その後、本艦は日本本土へ帰シトセと分離した。シトセはニューギニア攻略作戦十時。3月19日から22日までダバを停泊。3月26日、行動予定を通報。3月28日、本艦は、 横須賀に到着した同日、浦賀選挙で駆逐艦風雲が竣工。検案であった機関部長は1942年昭和17年4月に横須賀海軍交渉で実施された改造により、ようやく全力発揮が可能となった。4月18日の同リットル空襲では横須賀で入居中。 建造中の本艦及び大和型戦艦3番艦115シナノは被害を受けず、空母改造作業中の潜水母艦を鯨、流砲に B-25 が投下した、爆弾一発命中した。4月30日、軍艦3隻、水穂、高尾、マヤの行動予定が決定。同日、第10区畜県運、風雲が横須賀を出港し、 水蒸気母艦、飛行艇母艦秋津島が横須賀に到着する。5月1日正午過ぎ、水保は横須賀を出発して、葛島白地、瀬戸内海へ向かう。午後4時、第4戦隊、高尾、真也も横須賀を出港して葛島白地へ向かう。柱島へ単独開港途中の同日午後11時頃、本艦は米潜水艦ドラム、アセスドラム、 SS-228 から来撃された。飛来地点は、お前崎の220度40回里。魚雷は、水穂左限機械室と発電機室の中間に一本、命中し、大火災が発生。飛来数分後には、左傾斜20度以上となった。水穂ひかみなりの砲を受け、本館より約4時間遅れで、横須賀から、瀬戸内海へ開港中だった。 高尾型重巡洋艦2隻、高尾、マヤが、水保遭難現場に、急行、5月2日午前0時30分に、到着した。2隻搭載の霊式水上偵察機が遭難現場に、派遣され、対戦警戒に従事した。水保では注水作業で艦の傾斜復元に努めて、火災も、沈下見込みのため栄光も検討されたが、浸水は止まらず、浮力を失って艦は危機に瀕した。 午前3時30分、総員退去が命じられる。高尾が人員や水保管最低の救助を行い、マヤが周辺海面を警戒した。午前4時16分、第4戦隊、高尾、マヤの乗員が敬礼する中、本館は艦備から沈没していった。これが太平洋戦争における日本の軍艦戦没第1号となり、また1914年、 大正3年10月18日に撃沈された、防護巡洋艦、高千穂以来28年ぶりの、撃沈された軍艦となった。同日午後、昭和天皇は、長野治美軍令部総長より、水穂沈没の総状を受ける。天皇は、初めて大きな艦がやられたねと述べた。連合艦大三傍聴、宇垣間とい少将は、主要艦船開港の際、できるだけ、 護衛艦をつける、要通達。同時に、連合艦隊は駆逐隊、航空隊、内戦部隊による、本州南岸の対戦相当を命じた、詳細講述。また、横須賀守府は、米軍潜水艦の活動について、以下の戦訓をまとめた。戦闘商法による救助者、巡視艦以上45名、艦長を含む、貸し艦兵557名、 容人5名、未収容者、戦死者、巡視官以上7名、歌詞完璧94名、負傷者、重傷17名、軽傷14名。だが同艦に三等整備兵装として、沈没前日に昇進乗り組んでいたエッセイストの小林隆弘は、実数の戦死者は、報告のその3倍程度はあったと推測している。その後、4戦隊、高尾。 マヤに便乗した水穂生存者は、横須賀に到着。一時立山海軍航空隊に収容された。横須賀海軍病院に収容された負傷者の中には、死亡した者もいたという。水穂沈没の速報を受けて、第6駆逐隊や第9駆逐隊、夏雲、朝雲、峰雲が第4戦隊、マヤ、高尾の護衛及び、敵潜水艦、ドラム総統のために派遣された。 上機駆逐隊以外にも、横須賀鎮守付下の海面防備隊や航空部隊、駆逐艦複数隻、沢風、おぼろ、沖風に対しても、大戦相当作戦への参加が加齢されていた。だが、米潜水艦を捕捉することはできず、5月2日に、宇山丸、広告産業、5014トン、5月4日には、金剛3丸、伊勢湾部隊式艦座城が撃沈されている。 いずれも、米潜水艦トラウトによる。5月20日、水穂は、艦艇類別等級表の水上規模艦の項目から、削除された。また、三五海海戦で撃沈された空母、超大鳥と同日符で、軍艦席から除籍、本艦除籍の報告を受けた、昭和天皇は、水穂は、良き名だったが、沈没したから、再び艦の名前には名付けられぬなと語ったとい 水穂は、ミッドウェイ投攻略を目指すミッドウェイ作戦に参加予定だったが、本艦喪失により、第11航空戦隊は、千と一席となった。そこで5月20日付、水穂助席と、同日で、特設水上規模艦上川丸が、大艦として編入された。第11航空戦隊、千と上川丸は、駆逐艦早地を、第15駆逐隊、 第35号小海艇、旧駆逐艦ズタ、海軍戦隊一個小隊を持って航空隊を編成、ミッドウェイ作戦に参加する。同海戦後の6月25日、水保山無処理事務所は撤去された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。